はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。シルバーさん様、お手紙いただきました。千恵子様、猫母さん様、0811メールすいません様、岩田様、お手紙も、焼きとうもろこし様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に誠に恐縮で、あります。この中でお一人ですね、目の玉が飛び出るような多額のご支援いただきまして、誠に身も縮む思いであります。皆様 のご期待に、応えるべきですね、精進していこうかな、思っておりますけれども、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 NHK 関連組織が契約している、中国人40代男性アナウンサーが19日の NHK 国際ラジオ中国語番組で、話題と全然違う原稿にもないですね、尖閣諸島は中国領土と突然発言、まあ、中国語でですけどね、NHK は関連組織を通じ本人に抗議、契約を打ち切る方針だそうであります。記者会見を開き、ニュースとは無関係の発言が放送されたことは不適切であり、深くお詫びする、再発防止を徹底する、全く心がこもってないテンプレ謝罪をしたんですけれども、これ尖閣諸島は日本の領土なんだから、ニュースとは無関係な発言じゃなくて間違った発言、尖閣諸島は日本の領土です、間違った発言をお詫びしますじゃないといけないんじゃないの。番組に無関係だからお詫びしますじゃなくて、間違ってるからお詫びするじゃないとダメなんじゃないの。訂正しないとダメなんじゃないの。これじゃあまるで無関係なだけで、正しい発言って取られちゃうかもしんないじゃないか、って思うんですけどね。まあ、中国語で喋って中国人しか聞いちゃいねえから、どうってことないかとは思うんですけども、世論です。だって NHK だし、別に驚かない。中国人を雇った NHK がアホ。受信料取ってこのざま。工作員買ってるとかええ加減にせえよ。名前出せよ、こら。そもそも中国語ニュースなんていらないよ。NHK の職員って中国人と韓国人ばっかだよな。中共に命令されたんだろう。中国で日本人が逆やったら懲役10年だな。契約違反で訴えて賠償させる。NHK 関連組織、どこだよ、名前出せよ。中国人、誰だよ、名前出せよ。卑怯卑劣な NHK、わざわざ記者会見を開いても、組織名と名前も言わず、間違った発言をお詫びしますじゃないし、NHK の古文の全メディア、それでよしとして質問せず、どこの組織ですか、なんていうやつですか、優しい読売新聞、組織名と名前を載せず、NHK 代々木本部の駐車場には、中国大使館の青ナンバーがしょっちゅうしょっちゅう止まってるって情報提供ありました。さらにですね、NHK 内部に韓国 KBS の部屋と、中国中央電視台の部屋があるはずなんですけど、支部があるはずなんですけども、KBS の部屋は名札で確認できるんですけど、中央電視台の部屋どこ探しても名札が見当たらないんだって、情報提供者によれば、仮説ですけど、NHK 代々木本部全体が中国中央電視台の部屋なんじゃ、乗っ取られてんじゃ、もしくは幹部っていうか、NHK の頭脳が集まる部屋あてがわれて経営方針に関わってるとかね、NHK 中国スタッフとですね、中国中央電視台は北京メディアセンターの研修仲間、完全に NHK 中国に取り込まれてますよ。それが証拠にですね、仲間の中共の犬仲間の河野太郎が現役大臣として史上初、一般人の私を民事の名誉毀損で訴えたっていう、とっても面白いネタも一切報道しませんよね。 NHK にしてみればですね、河野一族中共の犬っていう単語放送したくないでしょうね。すればですね、そうなのって河野太郎と日本大使検索する人も発生するしね。日本人から徴収した受信料で中国人のために中国語の番組作ることがそもそも売国なんだっつる、誰もおかしいって思わねえのかよ。私はテレビを10年以上捨てて、前に捨ててですね、受信料とは無縁の生活なんですけれども、快適だし全然困ってません。無駄な物欲刺激されずに情緒不安定になることもありません。素敵な異性、素敵なもの、素敵な旅行、
素敵な景色をこれでもかこれでもかって見せられて、それが手に入らない自分を、情けなく思って情緒不安定になっちゃうなんてこともありません。結局はね、コマーシャルなんて、だからこれかえ、いいからこれかえって、するもんですしね、その物欲を煽るもの。広告さあ、みんなでテレビ捨てて受信解約しよう、トレンドは受信解約というですね、永住資格を持つ外国人の税金、国保税を含む滞納率は日本人の約4倍と判明、日本人が 4-5% 国保税滞納しているそうなんですけれども、これが2割くらい。ちなみに豊島区の外国人国保税滞納率は 53% でした。豊島区留学生なんかの若くて病院にかからない短期滞在者は、多くは国保税払わないで踏み倒して帰国しますね。なんせ病院にかかんないが若くて、あとね、健康保険って概念がない、お前らの国ではそうなんだろう、その健康保険って概念がねえ国から来てんですよ。でね、保険税払いしてたって何のことみたいな、本当にね、世論です。永住資格取り消し強制送還。このスレッド発狂在日が湧いてた。すっごい湧いてた。あれなんでしょうね。追い出されたらどうしよう。まあ、日本で生まれたやつはそうだわな。強制送還待ったなし。移管法は飽き飽き。いい加減実力行使を。釜山に追っ放してこい。釜山か。帰るんだな。お前にも祖国があるだろう。舐め腐ってる外国人は永住資格剥奪でいいでしょ。そろそろ見せしめが必要だな。故意の税金、国保税含む滞納と懲役刑は永住資格剥奪と法改正済みであります。その時にね、立憲共産社民令和のクソ野党、外国人が税金滞納率が高いという根拠はないって騒いでたけど、根拠むっちゃ出てんじゃん。あ、この通り。内閣府調査で。私の豊島区議会質問で外国人国保税滞納率が 53% って判明したのが2020年のことですよ。クソ野党どもは知っててですね、根拠ないって騒いでたんでね、嘘つきで悪質、困窮によるものでなく、どうすれば故意の税金、国保税滞納と、認定できて永住資格剥奪ってできるかというと、収入があるのにそれを隠して払わない、脱税なら完全にですね、故意の税金滞納に、認定できますよね。なので永住資格剥奪条件は脱税と懲役刑になるような犯罪で有罪になることですね。これ永住権剥奪されちゃたまんねえから、被害者がいる犯罪だと必死で謝って金積んで、親戚中から金かぎ集めて、示談っていうか被害届取り下げ してもらうっていう、行動するんじゃないでしょうか。なんでこれで文句言うんだって話なんですけど、脱税と犯罪しなければいいだけの話じゃないですか。反対する連中はですね、騒いでるクソ野党はですね、俺たちはこれから脱税と犯罪する気満々ですって白状してるようなもんですよね。でクソ野党ども、立憲共産社民令和、これはですね、永住外国人は脱税と犯罪しがちなやつですって、だから反対ですって言ってるようなもんでバカにしてるよな。そういえばテロなど準備罪の時にですね、福島みずほがですね、それじゃ共謀できないじゃないかってうっかり本音漏らしてしまってですね、共謀しなげりゃいいじゃんって嵐のツッコミ受けてました。本当バカですね、みずほってね、日本語不自由ですね。本当に弁護士なのか疑わしいな。電通、中国企業向けにですね、日本進出セミナーを企画したところ応募が殺到、200社を超える応募があった。怒りの掲示板、国属企業電通を潰せ、投稿に溢れておりました。こういう業種の届け出先は何々省です、何々課ですみたいな、そんなあれなんですかね。世論です。やはり売国企業、さすが電通、こいつらが裏で糸を引いてたのか。官僚の次は中華企業招き入れ替え、おいしいところを中国企業と山分け、貧すればドンス。中国企業なんか歓迎しねえよゴミ、本土がメタメタだから逃げ出してるんだろう。電通社員の外国人率ってどのぐらい？電通社員の外国人率は 25% 程度らしいであります。こいつらが部下の日本人いじめまくって過労死させてると。違うんだったら違うっていう電通さんは
あーで、ムカッパラ達さんだったら私訴えればいいじゃない、名誉毀損で。もう私無敵ですからね寿命短いって判明したからね。中国企業が日本進出するのは止められないんですけど、まあ通用するかどうかは別問題ですね。信用第一の日本社会でいい加減で、約束守んない中国企業がどこまで、通用するか見ものであります。中国企業が事業開始のためにですね、日本にお金バンバン散々たくさん落とした後で大失敗撤退っていうのを希望いたします。なんか土地買ったり建物建ったり、日本で散々金使ってついでにですね、本社ビルまで売っ払った電通の倒産希望します。貧すればドンスって言いますけど、電通ね、テレビ広告がまあ横ばいっていう、新聞もダメ、広告ダメで、本社ビル売っ払って、売っ払った先に家賃払っていさせてもらってるって状態になっておりますんでね。今日の単身です。中国の処理水難癖で禁輸となり、思うようにさばけなくなったホタテ、他の販路の開拓で再び品薄状態になったそうであります。中国以外に買ってくれるとこいっぱいあった。実は、中国人が本気でホタテ食い出したら地球上からホタテなくなっちゃうんで、これはいいことですね。中国依存の業種がですね、一つでも減れば、中国と揉めた時に、まあ、ここは一つ大人の対応でとかシャシャリ出てくる勢力も弱体化するというもの。中国にばっかり売ってたらホタテ業界はやっぱまあってシャシャリ出てきますもんね。一般社団法人セーファーインターネット協会が運営する日本ファクトチェックセンター、関東大震災で起きた朝鮮人虐殺に関して6000人は 100% 嘘で確定という言説が拡散しましたが根拠不明です。6000人殺された、住民は3000人しかいなかった記録があってですね、完全に嘘って証明されているので、日本ファクトチェックセンターは嘘つき確定であります。この私の言葉に、気に入らないってなったら私のことを訴えればいいじゃないか訴えろ、バカっていうね。これ軟禁のあれもあれだよね。軟禁も15万人しか住民いなかったのにさ。もともとここは嘘つき変態毎日新聞のですね、退職者がネット上で、自分らに都合悪い言論をですね嘘って言い張る嘘つき組織でしてね、一番ファクトチェックが必要なのが嘘が平気な日本ファクトチェックセンターっていう話であります。80歳以上の金融資産の平均は1564万円、金融資産だから預金とか株とかそういうもんですかね、まあ、家とか土地とかじゃなくて高い水準にあることは内閣府調査で判明。年取るとはまあ物欲なくなってきますからね、欲しいもの全部持ってるしね、持ってないものでも買う前にですねよくよく考えると別になくてもいいか私なんかこれですね、となるのが中年以降ですね。捨てんの嫌でさ、捨てんのめんどくさくてさ、最近のはさ、私難病で80になれそうもないんで、豊かな老後は羨ましい限りであります。まあ実際に80歳以上の人はまあお金持っててももっともっとってなりがちなんでしょうけどね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。